チャリティーとは、慈愛、慈善、博愛、または、同胞愛の精神に基づいて行われる公益的な行為、活動のこと。語源は、親切を意味する古代イギリシャ語、カリス及びそのラテン語系、カリタスから。世界各地で、チャリティーの活動、組織が見られ、それらの多くは、宗教的な背景を持つ。チャリティーはしばしば身体障害者や、高齢者などに対する社会福祉、 貧困地域の木が救済、紛争地域の難民救済、または災害、事故などの犠牲者や遺族に対する支援活動などといった形態をとるが、本来的には以上の活動にとどまらず、社会に対する貢献全般がチャリティーであると言える。また、チャリティーにかかる費用は寄付、寄進によって支弁されることが多い、世界各地で普遍的に存在するチャリティーだが、 その起源には地域によって差異が見られる。農耕の発達などに伴って文明が成長していくと、富の集中化が発生し、社会内部に格差が生じるようになった。社会内部の格差を緩和するため、一方では宗教が生まれ、一方では富の再分配が行われた。多くの文明では、両者は密接な関係を構築していき、富の再分配が 宗教的な意味合いを与えられるようになった。その一例が、インドで生まれた記者であり、記者は仏教とともに、東南アジア及び中国、日本などへもたらされた。イスラーム社会でも神の教えに従って、ザカート・サダカと称される記者が、ムスリムの重要な行為に位置づけられている。キリスト教が伝来する以前のヨーロッパ指族社会においても、貧困者や病人に対する不助行為があったと、 考えられているが、これら弱者はあくまで社会の中の列位者とされていた。しかし、貧者に積極的な意味を見出し、隣人として救済することを教義の一つとするキリスト教がヨーロッパに登場すると、チャリティー活動とキリスト教精神とが結合し、教会を中心として積極的なチャリティー活動が行われるようになった。しかし、教会によるチャリティー活動も、 修道像の霊的救済という側面が非常に強く、チャリティを受ける貧困者の立場に立ったものとは言えず、チャリティとしての限界があった。中世ヨーロッパ期には、都市で成長した商工業者によるギルドがフラタニティを結成し、教会と並んでチャリティ活動を展開した。近代ヨーロッパ期になると、市民社会の成長とともに、チャリティとキリスト教的背景との分離が進む。 スイスの宗教改革者たちの意見によれば、ローマ教会のむやみやたらに施しを与えるという見せかけの事前を認めていたことに対抗するために、真のキリスト教徒は勤勉と倹約の徳をと強く主張しなければならなかった背景があったという。さらに、産業革命期に入った後は、産業界の成功者らによるチャリティー活動が盛んになった。 この時期のチャリティは宗教的な色彩を薄めており、チャリティの世俗化とも言われるが、実業からは多分に自己満足としてチャリティを実施しているところがあった。そのため、彼らのチャリティは個人的な活動であるといえ、決して計画的、組織的なものではないという限界があった。イギリスでは17世紀の終わり頃から自発的な諸個人によって組織されたチャリティ団体が、 出現し始め、事前はイギリスの国民性と言われるほどの盛り上がりを見せた。19世紀以前のイギリスでは、事前活動は女性が公的に社会活動できる数少ない場であり、多くのチャリティ団体では女性が極めて重要な役割を果たした。チャリティ団体は大英帝国の拡大とともに世界各地に創設されていった。これら団体は、 組織的かつ計画的なチャリティ活動を実施し、チャリティに新たな局面をもたらした。また、その一方では、政府による社会福祉が次第に充実していき、チャリティの組織化が民講両面で進んでいったのである。20世紀に入ると公的な社会福祉が高度に整備されたため、民間のチャリティは相対的に冒険へと置かれるようになった。しかし、民間チャリティは、 公的社会福祉ではカバーできない分野を担っており、特にイギリスやアメリカでは社会の中で大きな役割を果たし続けている。仏教の伝来の後、アスカ時代の頃に皇族を中心として事前的な活動が行われたとする伝説があるが、本格的な活動は奈良時代の行期からと考えられている。行期は道路や橋といった交通施設や池、 用水といった農業施設の建設など公益的な活動に携わった。平安時代前期には上流貴族が諸国で貧民救済政策を取る事例が比較的多く見られる。この時期の上流貴族の間では儒教の精神に基づいて人生を敷くことが理想とされていたためである。日本のチャリティー市場で特筆すべきは鎌倉時代中期飛行機の映ンと認証。 そして室町時代中期のガンアミである。最大寺の僧であったエーゾンは、当時戦死されつつあった否認の救済に生涯に渡って尽力した。認証は、社会から阻害されたハンセン病患者の救済にあたり、また医療施設を鎌倉後倉久坂に設置して、多くの病人の看護に努めた。室町中期に肝人生として活躍した、自修造のガンアミは、応仁の乱前後に大飢饉が、 日本全国を襲った際、室町将軍、足利義政の意を受け、京都を拠点として、積極的な休眠救済活動を展開した。これら諸葬の他にも、社会福祉事業に大なりこなり尽力する仏教像が中世に本人は多数存在したが、反対に言えば、当時の社会矛盾が大きかったことの現れでもあった。明治時代になると、西洋からチャリティー精神が紹介され、 キリスト教徒や実業家らによる西洋流のチャリティーが展開していった。その後、在会においてチャリティー活動が活発化し、第二次世界大戦前までは皇室と財閥が中心となって日本のチャリティー活動を牽引した。戦後は日本国政府が福祉国家政策を推進し、チャリティー活動の相対的地位は低下した。第二次世界大戦後の日本で行われている 主なチャリティー活動には、歳末助け合い、運動、海外助け合い運動、赤い羽根共同募金、足長育英会、チャリティ賞チャリティーコンサート、救世軍の社会鍋、大規模災害発生時の日本赤十字社や、地方公共団体、マスコミ参加の社会福祉事業団、基金など公的組織による募金受付、インターネットを通じて行うクリック募金などがある。 イギリスのチャリティスエイドファンデーションは2010年より毎年世界寄付指数を発表している。テレビラジオなどマスコミによるチャリティ活動も行われている。日本におけるチャリティ番組1975年3月に1回だけ開催された宮城マリコのチャリティテレソンに始まり、さらに同年からラジオチャリティミュージックソン、その翌1976年には カタツムリ大作戦が行われた。2003年からは、24時間テレビエロは地球を救う、が行われている。日本国外のチャリティ番組アメリカ合衆国、レイバーデーテレソン、ハット ABC 金沢周作川北実弱者救済の結社、結社のイギリス史、クラブから帝国まで。 山川出版社 2005ISBN46 億3444万 4402pp177 から191宗教と資本主義の交流上官歴史的研究リチャード・ヘンリー・トー・ニーチョ出口雄造落ち武尾美役岩波書店1956年 ISBN9 兆7840億342万1116 P183, ありがとうございます。